市村俊一さん34歳。北欧のスウェーデンに住む市村さんは居合道6段合気道5段の達人である。市村さんは今から10年前にスウェーデンにやってきた。そして7年前、首都ストックホルムから北へ50キロの町ウップサラへ移り、町の体育館で合気道と居合の指導を始めた。ウップサラは16世紀にできた城を中心とするスウェーデンでも最も古い町である。人口は10万余り。ウップサラ大学の学生が半数を占める学生の町である。市村さんの教える道場は町の YMCA にある。普段バスケットやバレーボールをする体育館に畳を敷き、週3回合気道の指導をしている。弟子の数は現在70人。このうち3分の1は女性である。職業は学生が半数で、残りは会社員から警官、看護婦までいろいろである。市村さんはスウェーデン人の粘りのなさが大嫌いである。少しでも根性を植え付けようと稽古は徹底的に厳しく、練習中は笑顔を見せない。稽古のあと、市村さんはいつも弟子を連れてスナックに出かける。弟子との心の触れ合いをと、飲めない酒にも手を出し、夜中まで語り合う。市村さんはウップサラの町から自転車で20分ぐらいの団地に住んでいる。毎週月曜日と水曜日はストックホルムへ稽古に出かける。真剣を肩に、小次郎スタイルの市村さんに、はじめ町の人はびっくりしたという。ウップサラから汽車で1時間、ストックホルムには4つの道場を持っている。
市村さんは東京の大学を出た後、それまでスウェーデンに合気道の日本人教師がいなかったため招待され、昭和41年スウェーデンにやってきた。しかし給料をもらえたのは最初の1ヶ月だけ。契約の違いからわずか3ヶ月で道場を辞めた。そしてレストランやホテルのボーイをしたり、女性雑誌の宣伝欄にも登場し、一人ぼっちのスウェーデンで必死に生きようとした。そして2年、ウップサラに移り、日本人の合気道教師として初めて地元の新聞に取り上げられた。その頃、弟子の一人に今の奥さんのシャステーンがいた。3ヶ月の交際の後、2人は結ばれた。新聞に紹介された後、弟子が次第に増え、今ではスウェーデンで道場の数が23、弟子はおよそ400人にも上っている。市村さんはスウェーデン人が不器用だという。不器用なスウェーデン人に合気道を教えるには繰り返し同じ技を教えるしかない。同じ技の繰り返しに弟子たちは新しい技を要求する。しかし市村さんは一つの技をマスターするまで決して次の技を教えない。市村さんの妻シャステーンは29歳、東京大学の大学院で日本文学を学んだ日本通である。結婚して8年の2人の間には3歳になる女の子と7歳の男の子がいる。市村さん一家は玄米を主食にしている。肉食を中心とするスウェーデン人の食生活に疑問を持つ市村さんは、弟子たちにも勧め、自らも玄米食に切り替えたのである。柔道、剣道、合気道、空手に比べ、ヨーロッパでは居合の人気はあまりない。しかし真剣の日本刀を使って教える市村さんに侍精神を求め、教えを請う人が増えてきた。市村さんは合気道でも居合でもその精神を教えたいと思っている。しかし稽古中は技の指導に追われ、心の指導ができないといつも後悔している。
市村さんが今一番残念なことは、福祉国家といわれるスウェーデンで若者の自殺と麻薬が増えていることである。心の修行を、それにはまず己の精神修行を。市村さんは最近仏像掘りを始めた。心の修行の一つとして市村さんは弟子たちに般若心経を教えた。そして月に2回、日本の仏教や神道を教える宗教の時間を作った。技だけが合気道ではない。彼の言葉を弟子たちは最近になってようやく理解するようになった。合気道kan hjälpa mig att uppträda bättre i relation till andra människor. 僕は人殺しに絶対反対で兵役を断りました。合気道は暴力の事態が起こった時に人間に怪我をさせないで解決することができるので素晴らしいと思います。私は数年前テレビで合気道を見て興味を持ったので始めました。私は合気道を体と精神のお祓いだと思います。私は禅と日本文化に興味を持っています。合気道の道はみそぎ払いで、私は合気道で精神を清めています。私は5、6年前に合気道を始めましたが、その時は合気道がどういうものか分かりませんでした。今は合気道の本質が分かるようになりました。そして私の全ての生活の中で合気道はもっと良い人間になるために役立っています。合気道の心を学ぶには日本語を覚えなければと、弟子の代表が市村さんの奥さんと掛け合い日本語教室が始まった。あ、そうですか。どうもありがとうございます。おー、綺麗。
ska negera, ta bort sista iet och lägga till ett ko. Och kiko. Och sen kommer... Kono atari desu ka? Ano akai yane no uchi desu. Yasso. So desu ka? Osu takaru. Domo agarate gozaimasu. Iie. Dou itashimashite. Ska du börja, Gudrun? すみませんが、去年の夏から始まったこの日本語教室、生徒の数も10人に増え、今年の夏には日本へ出かける話もある。そうですね。そんなに遠くないですよ。歩いて5分くらいです。ありがとうございます。ska vi byta ut det? Ni försöker titta, inte titta i boken. Och så tar ni några andra namn på några andra byggnader. Fråga efter ni vill gå till museet, men ni lyckas stå utanför biblioteket. で、市の一人の警官は最近町で会っても日本式の挨拶をするようになった。ちょっとブレイングトレーニングファニモール。うん。スカディオバポケレオスイプライ。ああ。ノアビフォットニューアーブスティーダス。いや、そう。バー34時間アーブティーウェッカ。心を鍛えるには彼らの乱れた食生活を変えなければと市村さんは月2回パーティーを開いている。名付けて玄米パーティー。弟子たちが全員玄米を試食にするまで続けるという。 スウェーデンに来て10年、合気道と居合の指導に追われてきた市村さんは10月のある日、珍しく一家で郊外へ遊びに出かけた。弟子の数も増え、ようやく軌道に乗ってきた市村さん夫婦にとって明日は記念すべき日になりそうである。 昭和50年10月16日、ストックホルムのアーランダ空港に4人の日本人が着いた。合気道の道士、上柴吉祥丸先生の一行である。合気道の創始者の2代目にあたる上柴先生が初めて日本を離れ、市村さんの開く演舞会にやってきたのである。 スウェーデンで初めての演舞会は、同志を迎えてその夜ストックホルムで開かれた。 この演舞会には5000人の観衆が集まり、日本の武道に対する人気を示した。演舞会ではまず10年間スウェーデンで合気道の普及に努めた市村さんにスウェーデン合気会から功績を称えるバッジが贈られた。
気道の技の動きは非常に自然な動きが特徴でございます。続いて道士と弟子による模範演技が行われ、通訳は市村さんの妻シャステーンが務めた。非常に自然だというところから、自然と一つになる、あるいは心と肉体を統一する、一つにするんだというような、愛知道独特の精神的表現がいろいろ使われているようになっています。普通合気道っていう場合はほとんど技が主体で、まあ強くなってもらうのに越したことないんです。それはもちろんそういう稽古法を取っておりますが、僕の場合はその、まあ、自分自身が日本的に生きておりますし、まあ、そういうような自分の持ってるものを彼らに、まあ、市村を通じて合気道はこういうものだっていうことを分かってもらえるように努力しております。その一つの方法として、ただ稽古だけしておりますと確かに強いのができます。ところがどうしてもなんか足りないというか、こう我のあるような、自分は強いんだとか自分の方が長く稽古したとかいうような人間が大勢出てくるんです。でそれで精神的な面ですね、自分の場合は、みそぎ払いっていうことを自分自身しておりまして、そういうのは自分にできることをみんなと一緒にやっております。やってきて10年、この演舞会は一つの区切りでしたという市村さん。次の目標は北欧の他の国にも日本の武士道精神を伝えることである。